皆様大変お待たせいたしました。サッカーで味わい深い週末をコクと深み、そしてちょっとした苦みを愛する皆様、こんにちは、ビターチャンネルです。大変お待たせいたしました、30分遅れのスタートとなってしまいましたが、私、昨日は東京江戸川で、そして今日はここ奈良でサッカーを喋り倒します。流浪のサッカーコメンテーター松田です。どうぞよろしくお願いいたします。今日、ゲスト目白押しなんですけども、ちょっといろいろ本当に今日なだれみたいにゲストがやってくるので、とりあえずは私一人で進行させていただきます。そしてちなみに、全ての機械等々をいじってくれるのは、プロデューサー、某参謀長です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということですね、本日お送りするカードは JFL2017、セカンドステージの第3節、奈良クラブ対ビアティンミエを、お送りさせていただこうと思います。奈良電フィールドでございます。奈良県、奈良市、ホームタウンですね、奈良クラブの、やってまいりました。我々、2度目です。ビターチャンネルは1度目なんですけども、いろいろわけあって2度目です。なんか帰ってきた感じしますね、このなんか素敵なのどかな風景。ここで今から熱い試合が行われますよという感じなんですけども、62名の方が見ていただいてます。すでにありがとうございます。ちょっと30分お待たせしましたが、その分、情報盛りだくさん目白押しで、お届けしようかと思っておりますので、さあじゃあちょっとこの時間を使っても先にスタメン紹介しとかないと大変なんじゃないかと思いましてですね、先にスタメンの方紹介させていただきます。メンバー表広報さんからいただきましたので、まずはアウェイビアティンの方からいきましょう。ビアティン、ゴールキーパーゴベッチ、ゴベッチ立正大学出身、ブラジル人ですね。続きまして、4バック、右からいきましょう。右20番稲森、3番加藤、19番野口、7番和波で、中盤も、4枚ですね。これはフラットに並んでます。一応この、オフィシャルの、提出された、フォーメーションなので、ひょっとすると変わってるかもしれませんが、とりあえずオフィシャル通り、お伝えします。右側から、24番の道上、ボランチ2人が、30番寺尾と27番高田で、左サイドに11番の角良、そしてフォワード2枚、右が藤巻、左が、9番の北野というビアティンミエのラインナップです。続きまして奈良クラブ、奈良クラブゴールキーパー29番淵上で、一応5バックで、オフィシャルはなってるので5バックで紹介すると、右が、21番柳田、センターバック3枚でしたね多分、2番三浦、6番橋貝と33番前田、5番林、そして、ボランチが3枚というよりはおそらく2ボランチの、28番伏瀬と10番向井で、オフェンシブに30番小野で、フォワードが、8番佐藤と、16番絶好調坂本というラインナップですね。そしてですね、もうここで始まった、フロムブラジルありがとうございます。これはブラジルさんがくれたのか、それとも本当にブラジルからコメントをくれているのか、ちょっとね世界放送なんでね、ひょっとしたらブラジルからコメントをもらってるかもしれません。そういうことにしましょうということで、お互い、どうだったのか、ここ最近の戦績をちょっとご紹介させていただきますと、7月8日、1節、開幕戦ですね、奈良クラブは東京武蔵野シティとやりました。で2対1で勝利と、15番の、坂本、そして、15番ですね、失礼、15分に坂本ですね、でそして87分に浜中が決めまして、2対1と、東京武蔵野シティも72分に藤井が返したんですけども、87分に、結構ギリギリですよね、浜中が奪い返すというちょっと劇的な勝利を奈良クラブは迎えましたと。浜中選手はちなみに中盤の選手なんで、FC 大阪から移籍してきたという、ちょっとどういうゴールかはまだ実は見てないんですけども、ちなみにその、開幕戦、ビアティンはどうだったかというと、ラインメール青森の、ホームゲームに、アウェーとして乗り込んで 0-0 の引き分けとなってましたという感じですね。で、7月の15日第2節、
栃木ウーバーの、ホームに、奈良クラブがアウェーで乗り込み、なんと 0-2 で勝利と、奈良クラブ27分に小野、60分に橋貝とコーナーキックですかね、決めまして、アウェーで勝利を挙げるという。で一方の、ビアティンはどうだったかというと、ホームゲーム、FC 今治を迎えたんですが、前半のロスタイムに、片岡に決められまして 0-1 で、黒星ということになっております。そして、両チームが第3節に相まみえることになりましたということなんですけれども、これ参謀長いかが見ますか？どちらの話ですか？どちらもなんですけども、まあ、あの奈良クラブは、一節あれですよね、ファーストステージからちょっとずつ調子が上がってきた感じですよね、はいはい、一方のビアティンはちょっとまだ上がりきってないのかなっていうところもちょっと見受けられるんですけども、うん、でもその三宝町の方がやっぱりね、はい、地域クラブはよく見てらっしゃると思うので、まあ、今回はですね、はい、私実は金曜日から奈良に入っておりまして、はい、前日練習っていうのを見てきましたね。お今ちょっと映像流れてますけどね、喋りながら、はいはいはい、今あの見ていただいてるのは2日前の河野池の練習風景なんですけど、サムジョー、僕のフレッシュルはちょっとまだ流れてないんですけど、今はあのあこれからですね、リサがありますからね。ああ、これですね、皆さん今多分ご覧いただけてるかと思います。こっち見てくれる、ね、ああ、了解です、了解です。でもうあの笹川監督もまず守備の立て直しを、はい、前期はやっぱり3勝しかしてないっていうのと、はい、守備の立て直しをとにかくするっていうところ、あとまあ、まあ、結構いい雰囲気でしたよ、あのチームの雰囲気。あ、本当ですか。あ、うん、やっぱ2連勝してるっていうのはね。なるほど、それは素敵な情報ですね。で紅白戦的なものも2日前に行われて、はい、なるほど。皆さん、あの今さらっとあの参謀長が差し込んでますけども、恐ろしい技術を駆使しております中継中にね、あの前に撮った映像を流すってい う, そうです、ね、参謀長前乗りしてますから奈良県の、今では奈良県、はい、これはまあ、まあ、とにかく佐久川監督が今ずっとはい、紅白戦を見つめながらね、そこはもっといけるだろうとか、ね、もっと恐れがいいんだろうとか、本当に特にボールを奪うときの指示は明確に感じます。で、翌日の土曜日、まあ、昨日ですね、昨日は前日練習ということで、うん、今度フットサル場の方の練習だったんですけど、はい、これ、ね、見てください、サツカワさんの、まあ、この鳥かごの練習からサツカワさんも加わるという。あ、ちょっと皆さんにはタイムラグがあるので、ね、皆さんもリアルタイムの感覚があるので、まだ見えてますね。で、まあ、こういう、まあ、これ土曜日の午前中の朝9時から、これ黒いピステがあれですか、サツカワさんですか？そうです入ってるんですね。入ってるんです、入ってるんですで、うわ、見てください、こう若手に混じってですね、あの絶対ボール取られないから、中には入絶対に入らないと、鬼にはならないと。鳥かごっていうのはね、あの、はい、ボールをパスミスすると今度中を追いかける役に変わるんで、そうですね、中をやりたくないんで大人なセーフティーパスを繰り返すというね、はい、でこれが前日の練習から、またこれで、まあ、フットサルコートって今度狭いコートでですね、うんうんうん、非常にプレッシャーの高い中で、ミニゲームをやる、ね、なるほど、まあ、そんなトレーニングを前日はやってましたというね。やっぱり細かいところで、はい、あの崩していきたいっていう思いの表れなんですけど、ね、そうそうそう、ボールを大事にパスをちゃんとつなぐとかちゃんとつなぐんだと、うんうん、そういうお話をされてました。なるほど、取材してまいりましたというです、ね、すごいですね。でちょっとあの試合前 の, あのこの時間帯なんで、はい、前日の昨日、フォワードの坂本選手のインタビューをちょっと撮ってまして、しましたね、今日の試合の意気込みをね、坂本修介選手聞いていただきましょうね、はいはい、じゃあ、はい、今シーズンここまで。それでは坂本選手のインタビューです。お疲れ様です。お疲れ様です。まず今季、ファーストステージからここまで振り返って、あのチーム得点王である8得点、ここ全体的に振り返って、坂本選手からどうチームが映っているか教えてください。
そうですね、まあ、ジュウォールっていう結果残してるんですけど、正直まだ外してるシーンの方が多いっていうイメージがあるんで、まあ、セカンドステージはそこをしっかり決めれるようにやっていきたいですね。セカンドステージ完了して2連勝、今チームの状況はファーストステージと比べてどうでしょうか。そうですね、ファーストステージは、そんなに納得いく結果じゃなくて、セカンドステージはまた一区切りついて1からっていう、やっぱり可愛い女子だったので、そういった意味ではいいスタート切れて、チームも勢いよく勢いに乗れてるというイメージがあります。では明日の試合、選手からの意気込みと、ここを見てほしい、今日試合を見る人に聞いてメッセージを教えてください。明日のビアティン戦は、ファーストステージは、1-6 で負けているので、その借りを返すために、僕自身しっかりゴールと、あと体を張ったプレーで、奈良クラブを引っ張っていけたらと思っています。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、今のが坂本選手の、はい、でちょっと立て続けに続けて、ディフェンダーの右左のサイドバックの林選手、はい、今度は守備の方から来ましたね。このチームの今の状況っていうのを続けて聞いてもらって、お願いします。ちょっとフライングでさっき間違って出してましたけど、ください。今シーズンここまで、ファーストステージ終わってセカンドステージ開幕して2戦終わりましたが、はい、シーズンここまで振り返って全体の林選手の感想というか、はい、手応えを教えてください。そうですね、ファーストステージはなかなか、勝ち切るっていうことが難しくて、特に最初は連敗スタートで、すごく苦しいシーズンだったんですけれども、徐々にチームとして何がしたいかとか、どういうサッカーをしていくかっていうのが選手間でいい方向に向かってきてるっていうのが、セカンドステージ、まあ、2連勝につながっていると思います。開幕2連勝ですが、ここが変わったところとか、今チームの調子がいいところ、林選手からどう映っていますか。そうですね、やっぱりファーストステージ失点が多いということで、中断期間の間に、もう一度守備の確認、どういう守備をしてボールを奪うかっていうのをチーム全員で一統一と練習をしてきたんで、そのあたりで、守備で自分たちの思い通りにボールが取れるっていう回数が増えたように思います。では最後に、まあ、明日の試合ですが、今日これは中継を見ている人に、ね、ここを見てほしい、自分のプレーをここを見てほしい、もしくはチームをここを見てほしいということがあったと思います。チームとしては本当にもう、サツさんも言ってるんですけども、1試合1試合も決勝戦のつもりでということで、僕ら優勝するためにはもうほぼ全部勝たなきゃいけないんで、本当に一戦一戦を大事に戦っているところを見てもらいたいですね。まあ、個人的には左サイドで攻めたり守ったり、とにかく運動量を多くして得点につながるプレーや無失点というのを目標に頑張りますので、その辺を見ていただけたら嬉しいなと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。期待します。ありがとうございます。ということです。ということです。いや、林選手、羨ましいほどのくっきり二重まあやっぱあれですね、ちょっと笑顔が本当に明るい感じがしますよね。あ、調子がいいんだなっていうチーム自体が、そう感じますよね。あ、いいですね。まあ、対する三重はね、まだまだ今年1年目ですから。そうですね。すべてのファーストステージあって、すべてのチームと初めて対戦するっていうね。ただこの前期、このファーストステージ、実は三重は奈良相手に6対1で勝ってるんですよ。おお、この大量得点で勝ってるんで、すごいな、6対1なんですね。ただ薩川監督曰く、いや前期は確かに6失点してるけど、この試合は絶対点取らせないから大丈夫って薩川監督は言い切ってました、昨日私になかなかですね。だからまあ多分ファーストステージのチームとセカンドステージのチームってちょっとやっぱ変わると思うんですよね、はい、どのチームもね。だからまあ今日はこの三重がね、どうこの2連勝の奈良に向かうかっていうのは、まあちょっとそういう点で注目したいですよね。前期は6点取ってるから、ね、まあその自信あるわけじゃないですか、このチームに負けてないわけだから、まあ、どういう感じで乗り込んだかは、まあこの試合を見ながら注目したいですね、っていう。そうですね、はい。
いやコメントでも頑張れビアティン3戦連続無得点な分今日は得点期待と書いてあるんで、いや本当期待ですね。それはそして小沢ベンチ入りというコメントも頂戴しまして、おそらく35番ミッドフィルダー小沢選手ビアティン三重の、に対するコメントかなと思います。すごいですね、もうその情報まで入ってるんですね。いや多分まあツイッター等でチームもスタメン出したんじゃないですか。本当にすみません、ちょっとスタメンだけ紹介してたのでベンチに入ってる選手をまだ紹介できておらず、ツイッターで皆さん早々と私よりも先に確認されている素晴らしい。さあ逆に教えてもらったらね紹介していくので、そろそろはい、そうですね、選手入場のスタンバイになるんでちょっと一回画像切り替えます、ね、フェアプレーフラッグが出てまいりました、はい、さあということで間もなく選手入場となりますが、一つハトというコメントを頂戴してまして、鳥かな鳥なのかなという感じですね。今視聴者数間もなくキックオフということで169、はい、ありがとうございます。本当に皆さん期待して見てもらっていいぞという試合が間もなく選手入場を迎えます。ここで審判団並びに両チーム選手の入場です。さあちょっと松田黙ってますね。選手入場はしてるのでものすごく動くんですよね。さあ奈良区の対宮崎宮崎戦まもなくのキックオフを迎えます。現在連勝中の奈良区もちろん負けられない戦いが続きます。今日もここにいる全員で共に戦いましょう。スライドオブ奈良、この試合を戦う3人のラインナップ改めてご紹介しましょう。フルチームが多いニューヨーラー林脱いじゃった人もいるんですけど、プライドオブナルとかありますね。さあ、ちょっといきます。ビアティン・ゲール選手、そしてサポーター、
ラブのエスコートキッズたちもしずしずと7ホールのキックオフ。
ターセプトが何度か見られますね。もうこの3分だけでも。さあ前向けるか。2人がかり。2番の三浦がカットしましたね。さあ落として、今日は向井にボールがよく集まる橋ヶ谷から。33番前田。さあ前田からこの5番林、インタビューも答えてくれた。素晴らしいボール。いやーちょっと足元に入りすぎたか。これが16番坂本ですね。今季7得点。素晴らしいですね。もう結果出しませんでしたね。あ、8得点ですね。失礼しました。ちょっとあのウェブサイトで調べてたんで1点遅れてましたね。8得点挙げてるそうです。さあもうすでにビアティン・ミエの方はサイドから落ち着いて崩していこうというちょっと狙いが出てきてますね。ああビアティン・ミエボール、なぜだと。このがクレームを入れるも判定は覆りません。前回、この7クラブの、に放送で、オフィシャルの方でですけどね、お伺いした時は、小野選手のこと面白いと、矢部さん、GM の矢部二郎さんが言ってましたね。選手は横川武蔵野 FC から移籍してきた選手で、166cm62kg というオフィシャルの発表になってますね。メッシよりもうちょっと低いかなというぐらいですよね、身長としては。さあハイタワー13番の藤巻が抑えようとしますが、そこをカットした奈良クラブ、一度ちょっとラインを押し上げようとします。ボベッチから、これは通らず。向井が早めに叩きますね、今日。さあ、素晴らしい、小野からのボール。上がってた林、ダイレクトではない。ここの折り返しに素晴らしい対応、ビアティン外に弾きます。鉄則ですね、ヘディングの。さあ前田のクロスはインターセプト、ちょっと高さ足りませんでしたね。探しています。向井に来る。向井これも早めに叩く。小野から一旦落として向井から林から落として、これが不正。前田から一旦戻しますね。橋ヶ谷から三浦、ゆっくりとしたサイドの向井から サイド選んだ柳田、クロス届かず。まあやっぱりこのサイドの攻撃がおそらく肝になってくるだろうなという、 もう試合展開ですね。真ん中はお互い硬そうですからね。さあ前田、前田のプレッシャーに思わず来たのパスミス。今のがパスミスだったのか、ちょっと意思疎通があってなかったのかのところですね。左サイドバックの、稲森に上がってきてほしかった北野のおそらく意図なんでしょうけども、まあ、ちょっとやっぱり前線の選手はもっと上がっていいぞというふうに前半0-0、今7分30秒経過したところですけどもなるでしょうが、ディフェンスとしてはまずしっかり守りたいというところがあると思うので、その辺の乖離がどれぐらい起きちゃうかなっていうところが今後の展開におそらく左右するかなというところですよね。さあ柳田の前狙ったボールは、相手選手に阻まれました。相手は藤巻、今日はなかなかちょっと背負わせてもらえませんね。これですね。素晴らしいカット。三浦左膝にテーピングしてますね。ちょっとおそらく痛めてるんだろうなというところですが、さあそれでも前に送る。違えてもスライディング、さあどうだ、オフサイドですが取りましたね。オフサイド取りました。さあ8分経過したところで
まあちょっと落ち着いてきたかなというところですね。奈良クラブ対ビアティン・ミエ、JFL2017 年セカンドシーズン第3節。まあ3節とセカンドシーズン3節というのはちょっとお互いモチベーション的にもなかなかどういうふうに持っていったらいいのかっていうのが中くらいなところだと思うんですよね。ガンガン上げてプレーできるかっていうとやっぱりこの後も試合が続くのでそこら辺も考えながら選手はやってるところもあると思うんですけども、この試合にかけるもちろん情熱っていうのは選手一人一人は多分に持っているというところの話をしてたんですが、佐藤のトラップ落ち着かず、いやちょっといいボール入りましたね今。ゴベッチのロングボールはなかなか正確ですね。しかしちょっと今日は藤巻がなかなか背負わせてもらえないという状況が続いています。サイド変える、ビアティン・ミエ、このサイドの変え方がなかなか早い。奈良クラブついていけるか、しっかり準備している。さあ前線に突破、カクラのクロスボールラインあります。まあ、ゴールから逃げていくような走り方をよくなくされてましたね。左のところでも、今ようやく2番の三浦選手が内側に絞っていきましたが、なかなか奈良クラブはギリギリまでワイドに張って両翼が準備できてるぞというところを示そうっていうのがちょっと態度で見受けられるので若干気になりますね。スローイン、いやスタンド今日もなかなかの人数詰めかけてますね。ちなみにビアティン・ミエの、サポーターの集団の中にはかぶり物が2名ほどいらっしゃいまして、なかなかの暑さだと思うんですよね。ぜひちょっと水分はこまめにとってもらって熱中症対策してもらえればなと思いますが、前向いた坂本、いやーオフサイド、今坂本いいサイドでずらしましたね。素晴らしいパスでしたけどね。坂本選手の履いてるスパイクはアディダスのあの赤の色違いのやつなんですかね、あのくるぶしの方まで履けるっていうあの最近流行りの、もうあれを履くと他のくるぶしまで上がってこないスパイクは履けないと選手が言っていた、足首がすごい安定するスパイクなんですね。しっかりとした切り返しもできると。さあロングボール、落ち着かないボールを落ち着かせたのがキャプテン向井。足前下げます、前田、交換からの、坂本高い、しかしビアティン抑えれるか、これを、向井の方が一歩早い。さあ前向く坂本、坂本が溜めて出ていくのが小野ですね。一旦下げて、さあ打ってきた向井、キャプテン今日決めてますね、シュートまで行きました。向井選手、白のアシックスのスパイクですね。あれ軽いんですよね、 DS ライトだと思うんですけど、あのスパイクは本当にもう最優秀作品賞をあげてもいいぐらいの、一回あれ履くとちょっとなかなか他のやつが履けなくなっちゃうぐらいのね、日本人の足にフィットするスパイク。スパイクの話はどうでもいいでしょうか。ワナミからのスローイン、いやーやっぱりちょっと背負わせてもらえないですね今日藤巻が。ビアティン・ミエ、フォワード13番藤巻、黄色いスパイク、トラックプーマ、
巻きになんとかちょっと当てて、ここですね、抑えてから攻勢に出たいという意図があるんでしょうが、ちょっとビアティン・ミエの今の、そのゲームプランがちょっともう奈良クラブの前にちゃんと潰されてる感じですね。さあ、このカットカウンターなるか、インステップ、アウトフロントですかね、当たらずでしたね。さあ前に送るが、これはちょっと進路妨害を取ってもらえませんでした。カクラのパス通らず、さあ向井選手から、向井から布施、布施から林、もう一度向井、さあ切れてる、絶好調向井、面白いところに通すがちょっと球威が足りなかった。お、やっと聞こえるようになった。実況は聞こえないので、コメントに反応したとしてもそれ聞こえてない、実況が聞こえてない。鳴り物を禁止しろっていうのもありますね。すいません、ちょっと実況の声が負けているようなので大変失礼しました。お、しかもワナミさん、ビアティン100試合おめでとうございます。なるほど、7番サイドバックワナミ選手100試合と。皆様、今ちょっと実況若干中断したのは、すいません、業務連絡でした。失礼しました。あ、今実況聞こえてる、ありがとうございます。いやー、いいですね、このオンタイムでのやり取りができる。ちょっとゲストが増えそうです。すごいです、もう僕よりもプロが来ます。いやー、すごいですね、著名人がサッカーに関わってくれる、素晴らしいことはありません。皆さんご期待ください。さあ試合は奈良のチャンス、フリーキックですね。向井、遠くに巻いたボール、いやー外側からちょっと後頭部当たりましたね。うん、膝を立てたということでしたね、審判からは。そうですよね、膝を折りたたんで当たりに行かないといけないですよね。ネイマールみたいな悲劇が起きちゃいますからね。コロンビアのセンターバック誰でしたっけ、ブラジルから出れなくなるぞっていう脅しを受けたっていうね。膝は立てちゃダメです。実況頑張れ、ありがとうございます。実況頑張れのコメントいただきました。いや本当一人でね、回すのもなかなか大変なんですけども、大変なんて言ってらんないですからね、このサッカー、味わい深いサッカーをより面白くお伝えできるよう松田誠心誠意頑張りますので、皆さんもぜひ楽しんでください。今視聴者数463名ありがとうございます。この徐々にじわじわ増えていく感じもビターっすね。ビターチャンネル、渋いチャンネルとして JFL の第3のチャンネルとして解説していたしました。いやー、シュート来ますか、ここはきっちりブロック、藤巻のシュートの後行ったのが9番の北野ですね。フォワード2人の波状攻撃、久々に言いましたね、波状攻撃、言いたくなりますね、実況してると波状攻撃。90年代ですよね、もう今やもう死後かもしれないですよね。前田コールが奈良クラブのサポーターから起きましたね。ちゃんとディフェンスも頑張った選手にも声を送るという、もう日本でももはや風物詩ですね。日本代表戦でも最近はもうスライディングでも歓声湧きますからね。皆さん目が肥えてらっしゃる。さあスローインから前田選手、ゴールキーパーまで戻す淵上選手、淵上選手今日はあまり仕事ないですね、素晴らしい。
亭主留守で暇がいいでしたっけ。おっしゃいましたね。あ、元気。懐かしい。あ、この実況スキャンもありがとうございます。いただきました。今ちなみに前半19分、あと4秒で19分です。480名に見てもらえてます、このビターチャンネル。ありがとうございます。さあ一旦落として、あー綺麗な、いや僕は好きなんですけど、あのキック、チップキック。さあ来ました、カクラ、カクラ落として、ワナミ、これが今日100試合出場のワナミ、コメントでいただきました。折り返し、いやーこれはゴールキック、倒されたんじゃねえかとリアティンのサポーターの皆さんはおいおいと、リプレイを出せと。すいません、ビターチャンネル、そういうのはちょっとまだそう、皆さんアーカイブご覧いただけますので、詳しくアーカイブを見ていただき、そして、審判は絶対だと。あ、失礼しました、道上選手なんですね。いやーありがとうございます、ご指摘いただきました、コメントで。今道上は僕の、高校の友人でしたね。失礼しました。道上選手、覚えました。もう間違えません。道上さんですね。いやー、ご指摘ありがとうございます、本当。さあ、取り返した。リアティン。スライディング。さあ倒されるもプレーオン。さあ来ました、ワクラ、そしてワナミ、ワクラ選手とワナミ選手ごちゃになりました。おっとこれはファウルか、倒しましたね、思わず三浦選手が倒しました。ワナミ選手も早かったですね。ワナミ選手のスパイクとおそらく13番藤巻選手のスパイクは同じなんじゃないかと。フーマですよね、おそらくは。あのスパイクは履いたことがないですね。フィアティンの選手は蛍光のスパイクを履いているのが3名です。日本の奈良クラブは1名だけ、前田選手です。ここは返す。さあもう一度、さあフリーキックを蹴った、クラオですね、倒してしまいましたね。そうですね、ちょっとコメントにもありますけど、荒れてるというコメントがありますが、もうちょっとやっぱあれですね、ビアティン の持ち出しが、ドリブルのファーストのおそらく判断が早いんでしょうね。ちょっとファールじゃないと止めれないっていうので、ちょっと手出してしまっている感はありますよね。アシックスなんですね。あ、ありがとうございます、ご指摘。ワナミ選手のスパイクはアシックスだそうです。さあ、0-0です。あ、すいません、得点も出てなかったですね。0-0です、今。さあ、このコーナーキックはちょっと奥まで行っちゃいましたね。22分を経過して0-0、イーブンですね。あの奥の方に、奈良クラブの、奥のところに今得点ボードが出てます。足払 い, いや、ちょっと足払いのコメントはちょっと一瞬触らないでおきますね。さあ、ここで、飲水タイムですね。前半23分を過ぎたところで飲水タイムを取りました。26度でしたっけ、おか28度か、ちょっとすみません、あの正確なとこ分からないですけども、ポイルト。さあ来ました、ファーストゲスト、飲水タイムにファーストゲストがやってまいりました。ご紹介しましょう、奈良クラブ奈良電フィールド、スタジアム DJ、藤原さんです。はい、どうも藤原亮です、こんにちは、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。あ、このカメラですね。やったー。
うわ、嬉しい、初登場ドキドキしちゃう情けないですね、こんなことスタジアム DJ もっとどっしりしておきたいですよね。そうですね、もう数々 の、 はい、MC、 そしてナレーションこなされてるんですから、まあ、もっとどっしりね、そうですね、一応でもタレントなので、はい、ね、情報番組なんかも担当して、ね、知るわけですけども、最近は主にどういった活動されてるんですか。ちょうどね、今もね、下でカメラ振ってくれてるんですけども、はい、奈良県のケーブルテレビの情報番組を、はいはいはい、担当したり、あとはまあ大阪の方でちょこっと仕事があったり、 あとはまあ専門学校で、先生もしてたりとか。専門学校で先生もされてるんですね。そうなんですよ、声優さんとかね、あ、なるほど、俳優さんとかにまあ喋る技術をみたいな。結構ところなんですが、結構厳しい先生なんですか。めちゃくちゃユニークな先生自分で言うないでユニークなんですよ。はい、あ、飲水タイム終わりましたね。あ、試合再開です。藤原さん、はいはい、奈良クラブの試合見てどれぐらい経つんですか。ね、奈良クラブに関わってからは6年目ぐらいですね。関西リーグの時、八浦さんが監督されてた時に、はい、スタジアム DJ やり始めましたね。なるほど、はい、あっと倒しましたね。ファールです。あ、ちょっとファール混んでるっていうのがさっきからコメントでね。そうですね、なんとなくわかりますね、はい、足が止まる、止まり始めるような時間帯ですから。はい、暑いですから ね、 ね、さっき下でちょっとインタビューとかしてたんですけども、はいはいはい、暑いんですよ。いやー、とにかくピッチサイド暑くて、ピッチレベルは本当にもうもわっと熱がこもってしまうので、ね、選手はすごいなと思います。このコンディションでね、サッカーやるって本当すごいなと思います。いやー、本当ね、はい、いやー、お、今羽中田さん懐かしいっていう感じだねー。さあ、まみ、はあ、さあ来た、うん、ちょっとね、左サイドから、はい、奈良クラブ若干崩されるシーンが。そうですね、両チームともにがさ、ともにサイドをうまく使いたいなっていうのがね、ね、だからそこのせめぎ合いだと思うんですけども。そうですよね。さあ、一旦マイナスにドリブル中盤に与えて、いやー、面白いボール、うん、藤原には通らず。向井選手、今日藤原さんの注目、はい、注目選手、注目選手、一人挙げるなら、11人でしょうけども、まあ、もちろんそうですね、今、6人か17人ですけど、はい、あ、三重のチャンス、あー、大丈夫ですね、はい、今、奈良クラブにとって、ディフェンスラインがちょっとね、怪我人が相次いでいると、あー、でこの試合でも試合前に、はい、リザーブメンバーのね、はい、藤田選手が怪我をして、急遽岡山選手が登録ということになりましたが、なるほどね、そのディフェンスラインのね、はい、まあ、怪我なくやってほしいっていうのもそうだし、はい、危険なシーンを少なくっていう意味ではやっぱガイトかな、真ん中でね、頑張ってますけども、橋垣選手、橋垣選手ね、はい、橋垣選手をガイトって言うんじゃないですか、ね、ガイトって呼んでますよもう彼もう長いですからね、はいすごいですね。いやなんか今日はね、三重サポーターも多く来てくれているので、はい、いや本当にね、なんかこうスタジアムの迫力がいいなと思いながら今喋ってるんですけどね。いや、奈良電フィールド、はい、いいスタジアムっていうコメントもいただきました。ありがとうございます。本当ですよね、ようやくねスピーカーの音の出る方向が改善されて、はい、おー、そうなんですね。全体的にね、奈良サポー今端っこで頑張ってくれてますけど、はい、あそこまで大きな声でボリュームで届くようになって、なるほど、ようやくこっからみたいなねところもありますけどもね、少しずつ改善されてですね。そうなんですよ、日進月歩、本当にすごいです。本当にね、なんかこの企業たゆまぬ企業努力みたいなのがね、ありがとうございます。もうそう言ってもらえるとね、非常に嬉しいなと思います奈良に携わる身としてはねあ、気がつけばもう間もなく試合時間30分、前半30分っていうところですね。ありがとうございます、僕がやらなきゃいけないやつ。いや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 さあコーナーです。そろそろ僕はこれゴールコール言わなきゃいけないと思うので、あ、来ましたね、来ましたね。ちょっと戻ります、お仕事の方にね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。今後とも奈良クラブをどうぞよろしくお願いします以上、スタジアム DJ 藤原さんでした。藤原さんは小窓から帰られますこれ言っていいのかなさあ、このキックですね、切り替えていきましょう。キッカー小野選手ですかね、小野。小野選手左で巻いてくる、ゴールに巻いてくるボール、ニアサイドのスペースを空けているが、ファーに来た、高い、うーん、これは橋垣選手触れず、いいクリアでしたね、ビアティン。
ビアティン、今のは野口選手ですかね、クリアしたの。難しいボールでしたけども。さあ、もう一度コーナーキックですね。これは向井選手が蹴りますね。カメラ置いてないよすいません、あのちょっと頑張ります、なるだけ頑張ります。さあ、向井選手、右足、ニア、うお、すごいシュート、寝ながら蹴りましたね。さあ、このシュートハンド主張しますが、コーナーキックですね。マレ選手のシュートでしたね。その前に橋ヶ谷選手ですかね、寝ながら左足のアウトで蹴ったボールが意外と勢いすごかったっていう。もう一度来ます、コーナーキック、向井選手、さっきニアでした。次の選択肢はファーだ、巻いている、ごめん触った、素晴らしいのコーナーキックですね。いやー、ゴベッチ180センチの身長ながらジャンプ力、縦というよりは斜めのジャンプ力すごかったですね。今ちょっとかぶるかなと思ったんですけども、イノキのアリキックシュートすいません、コメントで受けました。小野選手のコーナーキックです。小野選手が今レガースと靴下をちょっと直してますね。いや、やっぱテクニシャンはね、そういうところ細かいとこだわりますから。すごいですね、今奈良クラブゴール前にひしめき合ってますね。あれやってくる高校のチーム、僕すごい嫌いでしたね、本当なんていう性格だと思うんですけども、まあそれがねサッカーですから。この一連で点取りたいところ、コメントあります。さあ、このキックど真ん中、これも野口選手ですね。さあ、向井選手抑えれるか、向井、いいボール抑えた、藤巻体を張って、このボール主導権握れず、ギリギリのところで奈良クラブが抑えてる感じですね。ビアティンはもう隙あらば1点取れんじゃねえかっていう。さあ、これはさすがに届かず、8番佐藤でしたね、競り合いに行ったのは。さあ、今日はもう罠見がすごくボールを持つ機会が多いですね。ボランチの高田がもう一度罠見を見る、センターバックに一度預ける、これが野口、身長高いですね。前に、さあ、角田、こかしたというよりはこけてしまったという判定。もう本当、さっきのコメントにもあったんですけども、スパイクでの色で選手を覚えておくといいっていうのは本当ありがたい助言です、本当。しかもビアティンの左サイドは両方同じスパイクなんで分かりやすいですね。攻めますね、角野選手。さあ、サイドバックがここからスローイン取られたときはカウンター必死か、まあ、後ろにはちゃんと残ってますけどね。さあ、このスローインを一旦寺尾が後ろで受けて、野口前に送る、真奈美ダイレクト、オフサイド。野口選手のロブボールはすごいいい具合のふわっとさですね、メレンゲのような。あ、おお、そうなんですね。今コメントでレガース触ったらここに動くってサインプレーだと。なるほど、あのよく高校野球であの監督がやるやつですね、帽子のつば的な。僕らそういうのなかったんですよね、手上げたらニアミぐらいしかなかったですね。ざっくりしましたからねさあ、ハイボール、これは花見の蹴ったボール、藤巻、奈良ボールですね。引っ張ったってことでフリーキックですか、スローインですか。スローインですね。21番柳田がボールを入れようとしてますが、
今、前半33分00得点動いてません。ファールスロー、場所を言ったけど違うじゃねえかと、忠告したけどダメだから相手ボールだよという審判のジャッジでしたね。リアティン名ボールに変わります。マインド、ここに藤巻がようやく背負えるようになってきましたね。いやー、この長身選手が背負い出すとちょっと怖いですね。しかしここは向井が取る。向井奪って前線に、ちょっと走り方出せはしない、坂本キープ。いやー、 両チームのハイタワーが獅子奮迅の活躍って言ったんですかね。すいません、ちょっと今四字熟語が見つからなかったです。7ボール、スローインから前線クロス上げれるか。一旦戻す向井に、向井からノールック。今若干ノールック気味出しませんでした、向井。僕の好きなパターンのやつですよね。さあ、もう一回スローインからクロスボールを入れたいところだが、中に待つ坂本。これはヘディングでなんとかクリア。コーナーキックですね。向井がボールの方に行きます。本当ですね、そういえばリアティンはなんでホームインに来てるんだろうというコメントをいただきましたが、なんでなんでしょうか、後で聞きましょう。業務連絡も入っている中、コールスタジアム DJ 藤原さんの仕事が出てくるのか。向井選手がもう引け引けと、ゴール前にたまるなと、分かりやすいサインプレーでしたね。さあ、ゴールに向かっていくボール、向井からの、高い、ここもゴベッチ触りました。さあ、揺らし、いい揺さぶりでしたけども、これもこのキック。いやー、佐藤またぎにまたぎましたね。今藤原さんが隣の部屋で揺れております。さあ、小野がレガースは触らないですね。その場合は中で逆に、今見えてますかね。あー、すいません、まだちょっと打ち合わせしてますね。奈良クラブが打ち合わせしてます。さあ、並びました。ビアテミエも並びます。不思議なマーク、マンツーマン。さあ、飛び込んだ、橋貝と当たらず、これはゴールキックですね。いや、縦一列、さあ、そしてここでスペシャルゲストご紹介いただいてもよろしいですか。はい、奈良市役所のスポーツ振興課の坂口と申します。坂口さんでございます。よろしくお願いします。奈良クラブホームタウン奈良市の、いや、役員の方じゃないですか。役員ではないです。平社員です。坂口さんでございます。はい、坂口さん、結構試合はよく見に来られたりします。そうですね、いろんな PR もさせてもらってますし、なるほど、ね、この使用状況とかもありますし、ホームの試合は来てますね。なるほど、はい、でも結構アリーナでご覧いただける感じなんですね。そうですね、はい。なるほど、そしてゲスト渋滞します。どうしますか、一気に紹介しますか。じゃあ、皆さんちょっとお席ありますか。座っていただいて、いや、こっち繋がってないんで、このマイク1本で、はい、皆さんちょっと、はい、ね、ビアティン・ミエがちょっと攻め出したところで、奈良クラブのゲスト目白押しという。じゃあ、ちょっと皆さんも自己紹介していただいてもよろしいですか。はい、お願いします。こんにちは。はい、ちょっと緊張しているんですけれども、はい、パートナーをやっております株式会社 MJE の、トップセールスマンをしてます。はい、島と申しまして。島さん、はい、あとですね、はい、僕から連絡、紹介するのはあれなんで、はい、社長の方です。
ビアティン・ミューのシュートが飛んだところで社長が、はじめまして代表の大地でございます。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、あ、こんにちは。こんにちは。MJ の奈良支店の、支店長してます瀬尾と申します。よろしくお願いします。あ、すごいですね。お偉いさんががん首揃えて来てくださいまして。恐ろしい放送になってます。ありがとうございます。すごいですね、はい、MJE さんと奈良クラブさんの関係はちょっとどういったところからこういったところに至ったのか、どうしてもいいですか。代表の僕が、はい、この会社を一人で起業したのが、はい、2006年の9月でして、はい、で奈良クラブの、発起人とも言えるゼネラルマネージャーの矢部君が、はい、同じく2006年の9月ぐらいから、J リーガーを引退して、はい、奈良クラブをやろうと始めて、はいはいはい、で僕と矢部くんがですね、はい、小学校の時にサッカーの選抜チーム一緒で仲が良かったんですね、はい、で彼は J リーガーになって僕は、うん、一般の起業家になって、はい、で2006年の9月に僕がこう会社を創業した時に、はい、矢部くんが J リーガー引退して、一人ぼっち同士でですね、カフェでお茶をしてまして、でその時に、はい、これからどうすんのみたいな話をお互いしてた時に、はい、矢部くんが奈良から J リーグチームを作りたいねっていう話を、もう夢ある話やな。で僕は一人で会社を創業して、これから100億円の会社を作りたいね、はい、そんな話を二人でしてまして、なるほど、で一緒に夢叶えようやみたいな、はい、ことがありまして、僕は僕でこう仕事を頑張って、はい、仕事を頑張って、言うてる間に、はい、で、まあ、今に至るとスポンサーをやらせていただいて今に至るというような、その関係性です。すごいですね。カフェからの関係じゃないですか。カフェからの、まあ、小学校からの、まあ、あ、そうですよね、はい、そうですよね。おっ、いやすごいですね。社長が旧友。ちょっとウェブで、MJE さんのサイトを見させていただいたんですけども、はい、なかなかぶっ飛んだ Google マップが出てきまして、はい、社内をぐるぐる一覧できるという。そうですね。あれ Google マップでも入れるんですよね。そうです、そうです、そうです。普通のインターネットから Google インドアビューっていうやつで会社の中をこう探検できるようになってます。なるほど、はい、すごい。会社自体が、はい、オフィス関連のことをやってるんですね。あ、オフィス の、 その IT システムのことであったりとか、はいはい、ウェブシステムのことであったりとか、そういうことをやってるもんで、まあ、自分たちのこうオフィスからいろいろなんかメッセージ発信したいよねみたいな。なるほど。オフィスをこう開放して、ネットで開放してやってます。なるほどね。いや、もうすごいね、IT 系な感じもするし、すごいなんか人にこう寄ったような熱いメッセージが書いてあるっていう、はい、社長のね、挨拶の一言目がスイミーってご存知ですかっていう。はい、よく見ていただいてありがとうございます。いやいやいや、はい、皆さんにもぜひちょっと読んでもらいたい。あ、なるほどねと思いましたね。すごいですよね。人材開発からもやってて、はい、そうですね、その人を見る社長の観点から、はい、奈良クラブはどういうチームに見えるんですか。そうですね、やっぱ年々、はい、そのテイストはちょっとやっぱ変わってきてたりしますけれども、はい、基本的にそのコミュニティって、はい、代表の人の人柄とか、うん、代表の人がどんな風に思ってるかで決まると思ってるんですよね、はい、で奈良クラブで言うとやっぱ矢部 GM の人柄であったりとか、うん、彼が何を考えてるかっていうのがやっぱりそのクラブのテイストにやっぱ浸透していってるような気がしてて、まあ、それがうまくいってる時もうまくいってない時もあったりすると思うんですけど、はい、なのでどうでしょうね、やっぱりこう市民の方々とより近くとか、はい、より楽しくとか、なんかこう共に一緒になんか型を組んで一緒にやっていきたいみたいな、なんかそんなテイストが、まあ、現れてるクラブだと思いますけどね。なるほど、はい、佐藤さんいかがですか。奈良市から見た矢部さん。あ、奈良市の方なんですね。失礼いたしました。そうなんです。今もう43分なんですけど、坂口さんぜひ喋ってください。そうですね、はい、すごくまあ夢をがあって、うん、まあ、もともと J リーグの選手でということで、はいはい、我々ももともとも、ね、奈良県自体が、まあ、今バンビシャス奈良にありますけど、はい、プロスポーツではない県なので、うん、ね、まあ、一度にね、バスケットサッカーと一緒に、まあ、はい、夢を追うチームが奈良市に
だから僕はダウンとしてできたということで、まあ、最初はね、なかなかブランドを使うのもなかなかいろんなルールがあって、難しかったんですけども、いろいろまあ、ね、陸上競技場ですね、陸上協会さんの、ね、協力もあり、まあ、一応今ホーム8割は確保させてもらっているというところなんです。はい、いやもうやがてきっと坂口さんと社長がしゃべり MJ スタジアムができるっていう。あ、いいですね。そうですね、5年コースやりたいですね。社長ともね、一度話をさせてもらって。あー、そうですね、失礼しました。こういう話を聞きませんでした。はい、いいですね。いやもう本当、この放送マジ異例だなっていう市の職員の方とスポンサーさんがここに購入するっていう新しい。もうなんか奈良クラブの例えば選手たちが MJ さんで働くなんて今後あったんですか。今ちょうど今試合に出てる21番の柳田君と、はい、今日ベンチ入りしてる9番のセリ君がうちの社員として、はいはい、働いてまして。主にどういったお仕事されてるんですか。主に、はい、あ、じゃあこの辺ちょっと島君から説明します。トップ営業から。はい、その柳田選手とセリ選手はですね、はい、まあ、町にもいくつか設置してある応援自動販売機と、はい、奈良クラブのデザインが施された自動販売機も営業で、はい、回っていまして、うん、そうです。で、まあ、僕ら奈良してもらうと、はい、僕らはその応援機器なので、はい、奈良クラブの応援機とピーチっていうのがあ、今日イベントで出てくるんですね。そうですね、はい、まあ、そのコピーを吸っていただくと支援に回るっていうのが素晴らしいです。そうですね、はい、支店長といいますね。あ、おいた、あ、入った松木さんみたいになってくるね。もう皆さん奈良のサポーターですからね。あ、そうなんです。奈良クラブ素晴らしい、はい、もうそしてトップセールスマンに、はい、喋ってもらってる間にロスタイム1分で出ました。もうじゃあ1分まもなく、まあ、そう、もう終わっちゃうんですけども、はい、そしてハーフタイムに入ると今度はビアティンをはい、方も殴り込みに来られるので、でこれちょっと一触即発するかもしれない。ちょっとピンキーですね。絶対ないですけど。終わった。ですね、ありがとうございました。ありがとうございます。いやもう、あ、了解です。じゃあもうちょっと話を続けてくれという参謀長の名が出ました。ありがとうございます。ありがとうございます。これが終わったら皆さんを映します。顔が映せない。坂口さんも映ります。はい、大丈夫ですか。全然です。シェフ的に NG でございます。はい、奈良市役所ってすごいバッチリ高いんですか。すごいですよね、あの建物は。結構ね、年数も経ってます。いやー、威厳が異常っていう。一応市役所。そうですよ、はい、何名ぐらい働いてらっしゃるんですか。だいたい、そうですね、3000人いるかいないかぐらいですね。いやー、すごい数。ね、その皆さんがこれとこれは取り合いしてます。じゃあ皆さんを映します。そうですね、青い方が皆さん映します。はい、MJ の皆さんです。そしてちょっと今後ろに見えてるのがビアテンのサポーターの人映りまして、一種交流格闘がすごい。すごいですね。まあ、ちょっと皆さん少々お待ちください。そうですね、コメントで今サッカーについてすごい語っていただいているので、ちょっと今コメント欄の方でサッカーをお任せしつつ、こちらちょっと若干サッカーの裏側ぐらいなところをちょっと話せればなというところなんですけども、早速、はい、自己紹介いただいて。はい、はい、どうも皆さん初めまして、ビアティン三重の、公式サポーターズクラブ14三重と申しますが、はい、の、代表をやっております。コールリーダーの方もやっております村沢と申します。よろしくお願いします。村沢さん、一個聞きたかったのが、はい、まずそもそも、はい、いつからコールリーダーをやられてるんでしょうか。そうです、コールリーダーを始めたのはですね、はい、ビアティン三重が初めて天皇杯に出た時に、はい、まあ今日いませんけど後藤社長の方からやってくれないかと、はい、なるほど、いうことがあって、まあ、自分もビアティンを応援するようになって、いずれはやって声出し応援をやりたいなと思っている中で、後藤社長の方からお話しいただいて、まあ、チャンスというか、それで急遽ですね、太鼓買ったりとか準備しまして、そうなんですね、ちゃんとも作ったりして、いやー、大変だ。それがスタートですね。
なるほど、はい、あ、じゃあ、なんとなく前から見てはいたっていうビアティンの試合を。そうです、ビアティンはチームの存在を知ったのは1年目なんですけども。なるほど、まあ、当時私くのいちの方ちょっと応援してまして、はいはいはい、でくのいちの、はい、合間に行こうと思ってちょうどかぶっててなかなか行けなかったんですね。なるほど。でたまたま2年目 の, 天皇杯の三重県予選、はい、三重県の社会人サッカー選手権の時にたまたま間が空いたもんですからちょっと時間ができて応援に行って、はい、その時は当時三重県一と言われた、まあ、当時、FC 鈴鹿ランポーレ今アンリミテッドさんですけども、はい、に PK の末、勝ったということで、うん、もうすごい感動しまして、うん、なるほど。そこからもう心を忘れられますね、はい、だん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 こう黒字の人には申し訳ないですけど比率がどんどんいって今そうです、ね、ゼロになっております。ゼロになっております。全然いけないんで黒市サポーターの知り合いからはいつ来んねんとは言われてるんですけど、ね、黒市サポーターの方からしてみたらねビターな話ですね。面白いです。いやいや全然全然もうそこはもう村沢さんの自由ですから。ちなみに、はい、14っていう数字をさっきおっしゃってたんですけども、はい、その意図はこれはですね、はい、まあ、一応うちのチームが目指してるんでオランダの、はい、サッカーを目指してまして、オランダ代表の有名なちょっと去年が亡くなられましたけどヨハン・クライクさんの、はい、あの方がつけてた番号が14番、はい、というところから取って、まあ、オランダ語で14でビアティンと。なるほど。それプラス、まあ、サッカーはフィールドプレーヤー10先発11人プラス交代要員3人入れて14人、はい、で14人全員で戦うぞ、いわゆるオランダのサッカートータルフットボール、はい、全員攻撃全員守備というところから、まあ、であとまあ、取ってつけるじゃないですけど、あ、来ました。桑名市民がこの見事なまでに14万人と、はい、ぴったりホームタウン桑名市民、本拠地が桑名市だもんですから、はいはい、私もその14万人の一人でございますけど。見事に。あ、そういうなんですよ。なかなかこの名前がですね、裏話なんですけど、はい、ビアティンやっぱ覚えにくいみたいで、ちょっとね、かみますよね。そう、よく間違われます。はい、はい、覚えれんわとよく言われます。ビアチンキって言う。そう、ビアチンキだったり、ビアンティンってなったりとか。ああ特に年配の方はビアンティン言われますね。ビアンティンね。はい、いやもう年配の方がティンって言ってるだけすごいことですよね。ティンの夢なんだね。そうですね。関西の方だとチンチンって言いますよ。本当。いやーすごい。なるほど。はい、ちなみに、はい、マスコットキャラクターは、はい、馬ですか、ね。いやあれはね一応ライオンなんですよ。ライオンなんです、ね。オランダのね代表がオレンジライオンじゃないですか。なるほど。そこから来てるんですわ。もう、ね、心までどっぷりオランダなんですね。はい、まあ、一応目標としてるのがオランダのサッカーであり、オランダのその3世代が集う環境といいますか、はい、そういうところをチームとして目指してるもんですから、じゃあやがて村沢さんも器物を履き、旗の代わりに風車を回しそうです、ね、オランダ一色になって、なかなかの話をずっと社長が聞いてくれてるっていうね、うん、なるほど勉強になるなって。MGE さんの社長さんたちに今買う、はい、せっかく映ってるんで。そうですね。じゃあ一言ずつ何か、はい、ぜひ。もう間もなくハーフタイムが終わってしまうので、はい、いただければと思います。はい、トップセールスマン、はい、いいですか、笑いよくなって。ああ、そうですか。いや、まあ、ちょっとすごい社長側のプレッシャーがあるんですけど、はい、まあ、シュールにいたしていただきたいと思います、はい、僕らも僕自身も奈良でナンバーワン のセールスマンを目指している中で、いずれかはやっぱり大仏東大寺しかではなくて島と呼ばれるようにですね、それで僕の名前さっき自己紹介で島なんですけどね、島と島がその辺にいっぱい歩いてるような、はい、そういった奈良を目指してやっていきますので、今後とも応援よろしくお願いします。ありがとうございます。ほんまにシュールに行きましたね。さすがです。さすがです。社長、まあ、僕ら会社を挙げて、はい、奈良クラブを応援してまして、やっぱりそのスポーツチームを応援して街を盛り上げるってすごい美しいことだと思いますし、素晴らしいことだと思ってます。でそこにはね、先ほどいらっしゃった行政の方や選手だけじゃなくて行政の方や、あとはスポンサーの企業、まあ、お金の面でもしっかり支援しないといけないと思ってますので、その辺含めてですね、トータル的にこう奈良が盛り上げるように僕ら頑張っていきたいと思います。はい、ちなみに稲森くんはもともと奈良クラブから巣立った選手なんで、今日も応援してます。はい、奈良クラブの娘は奈良クラブのものや。いいですよ。いいですね。じゃあ、すいません、お願いします。最後に、はい、
僕らあの MJE はあのー、そうですね、サポートやうちのサポートとかサービス通じて日本を元気にしようっていうスローガンでやってまして、で僕ら奈良支店はもうその会社のまあ会社のどこの支店よりもスポーツを通じてあの奈良を元気にするためにもう全力で今後もあの奈良クラブ応援し続けていきます。以上です。社長順番おかしいないですか。最後普通社長が喋るんですよね。そういう会社なんで社風がねもうにじみ出てると、もうこんな皆さんがね奈良クラブとビアティーをそれぞれ応援してくださってると、両チームとも本当に盛り上がって JFL も盛り上げて卒業していっていただきたい。はい、はい、よろしくお願いします。はい、いやじゃあ以上で、はい、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。以上、乱入のコーナーでした。まだ交流は続いておりますが、ありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いします。いややっぱね、社長は握手が力強いっす。いやって言うてる間にですね、もう後半開始まであと5分ぐらいなんじゃなかろうかと、はい、うん、シアのシアがね、何くんでしたっけ、ビアくんはライオンです。ライオンかー、ちょもうちょっと縦紙欲しかったですね。いやなんかこうヨハン・クライフの14っていうフレーズが結構しびれますね。あー来ました、そっから撮ってるのかみたいな。参謀長しゃべり出しましたからね。オランダかみたいな。そうなんですよね、ビアティーン、はい、すごいオランダ語は難しいですからね。そのうちあのジョルディ・クライフにあのビアティーン親善大使になってですね、ジョルディみたいな。なるほど、かっこいいじゃないですかストーリーが。そうですね、ストーリーがね。バルセロナと親善マッチだったらしいですね、その時代。FC バルサ対ビアティーニみたいな。受けてんの僕だけですよ。大丈夫、ついてこれてないですね、皆さんね。本当、はい、ホーリーホク。すみません、じゃあもうコメントいただきまして、ありがとうございます。あと何分ですか、ハーフタイム。ハーフタイム終了まで、おそらくあと5分程度だと思います。ちょっとですね、はい、試合前に紹介できなかった、はい、薩川さんのインタビューをですね、もう速攻で流しましょう、それは。いいですか、はい、唐突にいきます。はい、昨日インタビューしました薩川さんのインタビューです。薩川監督です。薩川さんです。今日練習前日練習見せていただいて、昨日もこの池見てたんですが、監督自らまず鳥かごに入るというのは、うん、いつもやってることですか。いつもいつも。どうですか、若手に混じるというか。ちょっと今日バテてるからと思って途中休んでます。いやでも回されないから。技術は落ちないから年取って。中に入るのが辛いですから。中はきついけど、中に入る回数は選手より少ないです。監督自らがそうやってもう練習中から選手と一緒に体を動かすっていうのは、何かこうポリシーというか考えはあるのでしょうか。ダイエット。なるほど。わかりました。チェックはあるよね、はい、選手がどのぐらいとかって。やっぱり直接声をね、近い場所で声かけられてて、ピッチの外からずっと見てるだけじゃない、何か秘訣はあるのかなって。どうだろうね、それは選手に聞いて。うん、わかりました。すみません、試合の話とか、まずこの開幕してからですね、ファーストステージ、まあ15節終わり、開幕後今2節に向けて、ちょっとここまで全体を振り返って、監督からは今シーズンの奈良クラブのチーム作りどう進んでるかというのを教えてください。そうですね、やっぱり、まあ、去年の選手のイメージもね、まあ、見た感じのところもつなぐイメージはない、去年の奈良クラブは。で、まあ、蹴るサッカーも少しちょっと微妙かなっていうところがあったんで、まあ、なんかしっかりこう奈良クラブらしいチームっていうのは、やっぱりこうしっかりと丁寧につないで自分たちでチャンスを作り出すっていう形に変えるのはね、まあ、少し時間かかるなっていうのはもちろん自分でもね少し分かってたところなんで、まあ、ただこれがまあファーストステージのところだとうまくディフェンスとバランス、その攻撃のみたいな部分のところがあんまりマッチしてこなかった。でもまあ最近やっと選手たちもこう自分たちの中でこう攻める形、もしくはそのつなぎ方とか、そのパスこういう時にここに行かなきゃいけないっていうのがこう自然とこう体に、なんだろう、まあ身についてきたというか、浸透してきてる。だからそういった意味の中で、やっぱり前半失点がすごく多かった中で、このディフェンスの部分のところをね、まあ、重点的にこの後期に向けてやってきた、まあ、その中でしっかりとこのセカンドはね、点もしっかりと、まあ、30点取れればいいな、1試合2点平均で、点数は1試合1点以下っていうところが、まあ、大体
上位を争うところなんでね、しっかりと J3 ライセンス持ってるんだったら、まあ、前期がねホンダソニーがいっぱいしかしてなかったっていうところで、お前らいっぱいもできないよっていうところでね、今なんとか2連勝してくれてるんでね、まあ、そういった中ではしっかりとこう、まあ、チームとして成長はしてきてるのかなとは思います。セカンドステージ開幕して2試合2連勝、まあ、結果は出てる、手応え、まだまだ何かいろいろまだ感じることがあったりしますか。もちろんね、もっとこの間の、まあ、回をね、なかなか勝てない栃木とかね、そういったところにはもっと点を取れたシーンもあったんでね、そういったところはやっぱりもっとフォワードは点取らなきゃいけないし、まあ最初の 2-1 のね、横川の時にもやっぱりディフェンスのね、クリアミスからのやっぱり失点だったので、まあ、ちょっとくだらない失点かなっていうところもあるんだけど、まあ、何度か今点数のところでまた、まあ、それもチームなんでね、人のミスをこの選手間の中でこうカバーし合うっていうのは、まあ、今年の奈良クラブのサッカーだと思ってるので、個人的な能力がすごく高いチームではないんだけど、まあ、その中でじゃあいい距離感でサッカーをしてたら、まあ、ミスしたら誰かがカバー、1人で取れないなら2人で取るっていうところで、1人で抜けないならオーバーラップして2人で抜いていくっていうのが、だから非常にこう距離感が大事なすごくサッカーになってると思う。まあ、今それをしっかりと実践してくれているので、まあ今それでも成長したのかなとは思います。2連勝ですが、当然3連勝を取る、15連勝を狙うぐらいの監督の目標、今度セカンドステージの目標をちょっと教えていただけますか。もちろん15連勝です。まあというかそれ以外がないから、他が2敗したら1敗とかができるんで、そういうようなこうそのぐらい1試合ずつ決勝戦のつもりで選手には臨めって言って伝えてるので、まあ、選手もねしっかりそういったモチベーションをやってくれてるので、インタビューは続いてますから、ね、はい、後半開始じゃない、そろそろ切り替えますが、はい、ということで薩川監督にはたっぷり昨日語っていただいて、そうですね、まだどうかしゃべってすごいですねまだあれこの後もあるんですけど、でも後半開始しちゃうんでね、いやさすがです、さすがさん、まあ、1試合平均2得点が目標だって言ってましたから、はい、このセカンドステージは、はい、うん、で15連勝して優勝と、うん、なるほど、3連勝するのは当たり前だと言ってました。まあ、目指すのはね、大事なことですから、まず目標を持って目指していくということで後半開始しますから、さあ交代なさそうですね、はい、コメント欄ではもう小沢選手まだかまだかっていう、小沢出てくるかと何個か見受けられたんですけども、まだ小沢選手お預けだそうです。さあ後半キックオフ、前に大きく蹴ってくる、いいですね、安定のゴールへなるべく早く行ける方法取ってきましたね。いやー前半盛りだくさんでしたね。本当にコメントにもあったんですけど、僕見逃してる間に点入るかなってちょっとドキドキしましたから松田さん、後半も突然ゲストやってくるんで、はい、はい、そうですね、よろしくお願いします。恐ろしいですねさあ今、後半始まりまして、0-0 です、JFL セカンドステージの第3節ですね、奈良クラブ対ビアティン三重、0-0で後半始まります。さあゴベッチ、おお、大きいもん同士のヘディング、なんかちょっと迫力ありますね。流れたボール左サイド、左、和波選手の前に今行ったのはボランチの選手ですね、高田選手でしたね。さあ面白いボールだぞ、ちょっとここも藤巻選手背負い切れなかったか。いやー藤巻選手には結構強い当たりいってますからね、橋垣選手が特に。さあコーナーキック、こっち側のコーナーキック多いですね、ビアティンにしろ奈良にしろ、なんか右サイドに向かっては攻めやすいかもしれませんね、景色とかいろいろありますからね、気持ちいい。さあコーナーキック、右足ゴールの方向に高いボール来た、これが入らない、いやドンピシャのヘッドも入らず、いや藤巻でしたが、
今キーパーよりはディフェンダーでしたね。まだ点続いてます。中に持ち込む、おそらく向井だったんじゃないですかね、あのブロックをしたのは。さあこれはニアティンボール。なんか14って聞くとビアティンってすごい言いやすくなりましたね、うんうん、ずっと歪んでるけど実害はなさそう。カメラが若干歪んでるそうです。大丈夫です、はい、大丈夫だそうです。すいません、ちょっと多少の、機材の限界はあるかもしれないですけど、なるべくその中でも楽しくサッカーをお届けしようという気概だけでやっております、ビタチャンネル。さあ中に入れる藤巻、すごいリカバーが早かったが、これはシュートにはいけず、シュート打ったもブロック。さあコメントには、このまま行くと奈良は岡山選手を出してきて超掘り込みサッカーをしてくるだろうなという予想がされてますが、果たしてどうなんでしょうか。ハイボール重視ということですね。ちなみに薩川さんの一番好きなお酒はハイボールだそうです。小ネタでした。さあビアティンサイド変えるか、大きく、ここをカット、いい飛び出しでした。さあそのまま駆け上がる林、これはボールボーイにボールを求め、林がプレーを再開しようとするも、もうビアティンはしっかり戻ってますね。早いですね、いい対処ですね。今のチップキックおしゃれですね、林選手。おっと、またおしゃれなのがまた来た。布施からの、林からの、坂本には通らず。いやー、やりましたね。さあゴビッチボールセットします。ゴビッチ出身はコリンチャンスでしたかね。好きな食べ物は焼きそば。ゴビッチのロングキック、乗っかってったが効果なし。お、あ、飛ばなかったというファウルですね。危険だぞと、藤巻のファウルを取ったところですね。さあすぐ始めます。楽しみを戻す伏せ、それから橋ガイト、橋ガイトから三浦、橋ガイトにもう一度前田に送る。ああ、いいボールですね。うまく小野が落としてヘディング、割りましたね。割ってます。いやー、なんかちょっと前田のロブボールが非常にいい具合の落ち方をするので、ちょっとビアティンが触れないっていうシーンが何個かありますね。ロブボールはやっぱりその抑えなきゃいけないっていうところで、トラップに一手間かかっちゃうので、なるべくグラウンダーでグラウンダーだでとコーチは言うんですけども、意外と使えるときは使えるんですよね。まあただ指導者をやりだすとね、こういうふわっとしたボールはいかがなものかと。素晴らしい、ウイニングイレブンのような予測スライディング。さあ林、もうすごい切り返し、小野から胸トラップ、いやいい技術の応酬ですね。さあカウンター来るか、どうだ、ドリブルでファーサイド、藤巻打ってくるか、出してきた。いやちょっと皆さんも期待したいかもしれないんですけども、あの右のアウトで巻いてファーサイドの角どうだみたいな、ちょっとシュート来ないかなってちょっと思いましたね。ボベッチは将来セレッソ入りするから。そうなんですか、すみません、ちょっと情報量不足で。セレッソなんですね。さつかさんのこれで OKOK、 ありがとうございます。さあコーナーキック、ビアティン右から、ここはキーパーキャッチ、落ち着いてました藤上。
さあ、左サイド林にボールがちょっと集まるようになってきましたね。向かい、前田からもう一度向かい、向かいは常に一回前向いて狙うんですね。あの姿勢は素晴らしい。フォワードもそれに対してちゃんと動き出してるんですけどね。来ました、坂本、今季8得点。さあ戻して、うまく抜けた、伏せからのもう一度伏せ、抜けて向かい、いやー、もう一歩ボールが前に来てほしかった。うまく避けようとしたんですけどね、ボール。いやー、伏せと向かい動きますね。さあ右サイド崩せるか、これは通らず、しかし向井が拾う、こぼれ球いない、向井が自分でもう一度守備に行く、これはちょっといい具合に蓋しましたね。カウンターには至らず、一旦預けます、右サイド戻して、高田、手を広げて呼ぶのは野口ですね。そしてその野口のもとに寺岡で行きます。野口選びます。こういう時ね、結構どっちがいいんだっていう話になりますよね。ボールを動かすのか、それともじっくり攻めるのか。さあこれは紹介いきましたね、林へのファール。ちょっと林多分前の方にボール来ましたね今。やられたところよりは全然前だと。そしてそれをビアティの監督がどうだと。今の道上選手ですね、道上選手もスプリントありますね、回転数が速い足の。さあ淵上から、ここで橋ガイド、三浦、橋ガイド、前田とつないで林、やっぱり林の方に今日うまく集めますね。そして林も落ち着いてますよね、そんなに無理に立て立ていかないと。オフサイドの旗上がらす、ちょっと道上選手腹に入ったな。しかしこれプレーオンで続けます。さあ股抜き、しかしこれは外に出す、フェアプレーで出せよと、ビアティンのちょっと選手陣が抗議してますが、カメラマン下手との決着あり。すみません、業務連絡でした。大変失礼しました。お、卓球場の結果も入ってきてますね。あ、視聴者数1000人超えました。ありがとうございます。いやー、これはね、痛そうのコメントありましたが、いや痛かったと思いますよ。道上選手、ちょっと気合い入れ直しましたね今。それでもこうやっていくんですよね。あー、抑えです林。いやー、今危なかったですね。選手ガッツありますね。もう少し引きで取ってほしいとのリクエストあります。リクエストにはすぐ答えます、ビターチャンネルです。オンタイムでやらせていただきます。ちょっとね、至らない点多々あるかと思いますので、その都度いただければと思います、コメント。さあ、業務連絡聞いてた方もいらっしゃいますか、おそらく間もなく、またゲストが来ますので、その間に1点が入った時は皆さんでお楽しみくださいみたいなことになっちゃうかもしれないですが、さあフリーキック、稲森選手、元奈良クラブと MJE の社長からも指摘ありました、応援してますと。林から、ガッツリいきますね、稲森選手。いいですよね、もうまさになんかこうサッカーを巡る人生ですよね。前は奈良にいて、そして今三重にいると、
引っ越しもして新しい練習場に通い、そして試合に勝つために日々努力すると。素晴らしいですね。ちょっと胸熱です。あ、そうなんです。ありがとうございます。コメントでフォローいただきまして。そうですね。さあ小野、いいブロック、ビアティンクリア。あ、藤巻行く。いやー、今藤巻の頑張りから三重ボールにしましたね。戦ってますね。さあ一旦戻す。いやー、厳しくいった。コメントにありますが、主審イエローカード持ってるのかと。いや、まあまだね、主審の範囲ではないと。でしょうね。どうぞどうぞどうぞ。椅子2つお使いいただいて、さあここで縦のボール来てますが、ゲスト登場です。ご紹介ご自身でいただいてもよろしいですか。あ、よろしくお願いします。吉本の奈良県住みます芸人のジッテリンジの10だと西出です。お願いしまーす。ジュッテリンジさんです。ありがとうございます。ナナクラブナナクラブナナクラブ。おい、ありがとうございました。どこで終わってんねん。すいません、一連の流れ何もね、すいません、申し訳ない。座ってもらって、ありがとうございます。ちょっとなんか立ってしまうんですけどね。いや、もうちょっと、もうさっきもそのなんていうんですか、そこで応援めっちゃしてたんで。サポーターの皆さんとね。あ、そうなんですね。テンション上がってもう持てますね。もうモスって言ってもうたもんな。テンション上がってもうてモスってね、言いましたけども。はい、あの、いや、もうめっちゃ多いわ。カウンター、来た、カウンター。来てる、いける、いける、ギャー。ジュッテリンジさん実況でお楽しみいただいております。はい、あー、ちょっとボールが転がってます。結構いい感じ、いいです。あー、おずっとおけれ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 、ずっと雑やわ。けれ、え、でもいいんじゃないですか今。今結構攻めてるかも。持ってますもんね、ボールで。ちょっとですね、ちょっとですね、サッカー歴どれぐらいですか。あの、僕今日初めてサッカー見まして。僕はあのウイニングイレブン歴12年です。だからこういう方たちが奈良クラブを見に来る、これが価値があるっす。皆さん、僕ほんまに初めてなんですよ。今の言葉に助けられた。ありがとうございます。こんなおもろいっすね、サッカーって。あの、奈良ドットFMっていう地元のFMでですね、はい、お二人は番組をやってて、なるほど、毎週あの奈良の奈良クラブの選手がゲストで来て、そうなんですよ。はい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 。でもなかなかスタジアムには来れなくて、今日初めて。そうです。だから、ね、来ていただいてる選手ね。その説明を自分らでせなダメだった。すみません、もう申し訳ない。ちょっとあのね、はい、反省すんのやめてください。マジでさ、出すよ。じゃあ、あの、冷静になって。そうそう。はい、ちょ熱なったまま来てもうたの。はい。なあ、ほんまに。だから、あの、ラジオ来てくれた選手がこうやってね、嬉しいですよね。そうですよね。そうなんですよ。カズマさん。カズマさん、そういう応援もありですからね。ああ、そうなんです。だからちょっとね、やっぱ身近にせな思いますし、はい、そうそう。で、今着てらっしゃるユニフォームは昨日岡山和成さんからプレゼントされた。そうなんですよ。岡山選手からいただきました。これ、いや、今のは多分紹介しないとダメですよ。これほんまにほんまにこれね、なんかもうほんまに普通の顔して聞いてますけど、すいません、なんか一番いいもの全然紹介しないな。なんかな、にわか雨みたいにグワッて、すいません、もうほんまにこれほんまにいただいて、僕ら背番号見れていただいてね、ありがたいです、本当に。あ、本当ですよね。そうなんですよ。いや、すごい。どうですか、今日初めて来てみてのこの応援や、この生のサッカーの。いや、サポーターの皆さんむちゃくちゃ優しいっすね。あ、もう真ん中真ん中来てって言って、あ、めちゃくちゃあったかいですわ。でこの特に生で僕見たの初めてなんで、あ、その迫力も近いし、はい、うん、そうですよね。蹴ってあんな飛ぶんですね。そうですね、ボールがね、ビヨン行くから、うんうん、でそれぐらい迫力があって、あ、やっぱ生で見てる、おお、見に来た、いいっすね、やっぱりテレビで見るより多いですよ。ああ、心の声それぞれちょっと漏れてますけども、今ビニシウスなんですね。いや、ビニシウス選手ですね。ビニシウス選手ですね。でもね、ビニシウス、サッカーを初めて見に来た人ってみんなこういう気持ちになるんですよね。そうですね、そうっすね、うん、ほんまに、あの、来てみなきゃわからないですよね。
お笑いもそうですけど、やっぱ生めっちゃいいですね。どうでしょう、せやなんで、やっぱ生の臨場感がやっぱ違いますよね。テレビじゃ見えない。周りからお笑い、あ、甲子園必要なんですね。甲子園必要です。甲子園が西出くんね、西出くんね、はい、僕もずっと野球やったんで、はい、野球の応援は結構、はい、プロ野球とか高校野球とかも行くんですけど、はい、なるほど。サッカーも面白いですね。そうね、すごい。いやただ感動するゲストって、いや、でもほんまむっちゃ感動してるんですよ。衝撃がすごい。いやもうね、この感じね、音声だとあんま伝わってないような気がするんですけど、ちょっとね、あの普段僕らラジオやってるのに絶対ダメですよ、音声で伝えなきゃなあかんのに。もうね、今しかもシュート見逃しましたからね。あ、ええとこ、ええとこやったのに。ずっと口開いてるわ、俺。すごいかんわ。お二人、奈良出身ですか？僕は奈良出身です。はい、はい、西井君は今奈良、ね、僕らの大阪なんですけど、今、はい、あの橿原の、ああ、そうなんですね。そうなんですよ。はい、あの、柏のサッカー場、選手やるじゃないですか。はい、はい、はい。あの、家の近くに、あの、近くに。ただ行ったことはなかったそうなんですよ、もう。今日念願やったもんな。念願で。ああ、嬉しいわ。奈良に住みたい芸人。住みます芸人。住みます芸人。住みます芸人。あれ、いつからやってるんですか、住みます芸人。住みます芸人自体のプロジェクトは6年前ぐらいなんですけど、はい、僕らは奈良に就任して2年目ですね。ああ、そうなんですよ。ほやほやなんですよ。しなら盛り上げていきたいっす、奈良クラブさんと。僕らまあそのいわゆるお笑いで、はい、奈良クラブさんサッカーでっていう、まあ、ジャンルちゃいますけどね、はい、一緒にこう盛り上げていきたいなっていうあれ2回同じこと聞きましたけど僕のやつを言いましたね。そうですね、はい、思いますね。すごい、もう甲子園あってもあ、今ビニシウスが蹴ったんですね。そうですね、オッケーです。これお笑いだと思って聞いてくださいね、はい、逆効果ゲストって聞きます。おい逆効果ゲストかい、はい、カメラ下手だしゲストはうるせえし、お二人来てからちょっとね荒れてますコメント。そうですね、お笑いだと思って聞いてください。ずっとこんな感じですよ、ほんまや。いやもうどこ撮ってんだって書かれてる。そうですね、もろいな。持ってきてください皆さん。奈良に住みます芸人だったんだ、恥ずかしながら初めて知った、ごめんなさいっていうのも来ました。 逆にごめんなさい、本当に。いや逆に今日知ってもらったってことですよね。ほんまですよ、ほんまですよ、本当に。ジュッタリンジンさんはなんでそのコンビ名にしたんですか？あ、これお互いの名字取ってるんですよ。リンジン、僕がジューだって言いまして、関数字のジューで、はい、で彼西出で、西に手足の手で、はい、そのコンビ名のと名字合わせジッて、はい、で奈良にジッタリンジンでバンド行って、はい、で合わせて、はい、ジッタリンジン、ジッテリンジンってなったわけです。今ややこしい試合になりましたよね。なんで今ジッテリンジン一回挟んだのかっていう感じです。自分でももうなんか暑さで迷いました。すみません、申し訳ないです。あの皆さん大丈夫です。あのお二人めちゃくちゃ試合見てます。はい、めちゃくちゃ見てますよ。めちゃくちゃ試合見てるので、はい、ちょっとお笑いの能力が今発揮できてないだけです。はい、はい、今ちょっと奈良あるある聞きたいっていうのがちょっと来てますね。はい、わかりました。小高い丘はほぼ古墳、これどうでしょう？ちょっと面白い。じゃあ僕個人的に刺さりました。あ、個人的にちょっと好きです。よかった。オッケー、ありがとうございます。ほぼ古墳のね。ほぼ古墳です、小高い丘。初めて受けました。よかったよかった、よかったな。受けるより点取ってほしい、ほんまに頼むわ。そうですよね、今ゼロゼロなんで。ほんま点取って俺が受けるって感じ。今20分ぐらい今後半経過してまして、あれ何分かしてます、サッカー。サッカー、90。そうですよね、90分。ということは後半何分でしたっけ？後半45分です。真面目ボケない、はい、ここも真面目にいきます。はい、70分。もう急に遅いわ、もう。いや、もうほんとありがたいっす。あ、若手芸人あるある聞きたいっていうなんかカンペが出たんですよ。ああ、わかりました。今ちょっとイエローカード出てますぐらい試合も荒れてるんですけど、コメントもあれ、はい、その中、はい、若手芸人あるあるお願いします。大きい大会の前日、すごい金縛りに遭う。M1 とかの前の日とか。あるあるなんですか。はい、もうすごい金縛り合う、プレッシャーでみたいな。どうですか。どうですか。どうですか。金縛り合ってんの。本当これはジッテリンジンのボケですよ。はい、はい、どうですか。どうですか。あのそんな点取ってください、お願いします。そうですね。お願いします。今日はサッカーですよ。あ、キュースタイムですか。そうですね、キュースタイムなんでお二人をちょっと、はい、僕らもほんまにそこで一緒に応援してるんで、はい、ちょっとモテーションで もう一回行ってみますわ。はい、ありがとうございます。お願いします。藤原さんとね、藤原さん来たやん。
みんなで奈良クラブを盛り上げようというところなので、はい、はい、奈良アラル、奈良アラル、奈良アラル、じゃあもう一個、もう一個奈良アラル最後にお願いします。はい、最大時の乗り換え、大人でもまあまあ難しい。ほんまでも奈良の人しか分かれへんやん、それ難しい。全国の人に届けたいですね、奈良アラル。そうですね、じゃあラス1最後お願いします。鹿のマスコットキャラクターむちゃくちゃ多い奈良。ありがとうございました。実験人参のお二人でした。ありがとうございました。すみません、ありがとうございました。よいしょ、じゃあ、自転車やっといた、自転車やっといた、自転車やっといた。藤原さんからの振りありました。自転車ありがとうございます。ありがとうございました。給水タイムが終わります。いや、呼ばれてもないのにマイク前に座っちゃったんですけど、いいですか。あ、GM 来ました、 GM 来ました、 GM 来ました。皆さん、視聴してくださってるビターチャンネルを見てくださってる皆さん、ようやく落ち着きます。本日のスーパーゲスト、ヤビジロさんです。ありがとうございます。GM、ちょっとコメントが、はい、奈良住みます芸人さんでだいぶ荒れたので、はいはいはい、ちょっと僕は締めていかないといけないのが、そうなんですね。はい、やっと帰ったか。やっと帰ったか。そうですね、結構盛り上がったんです。結構盛り上がりましたよ、もうすごい。奈良あるあるを4個ぐらい、マジですか、掘り込んでもらって。あ、競りが入った。あ、来ましたね。あ、岡山さんではなかったですね。そうですね、選手交代。はい、9番の競り選手が交代されたのが、佐藤選手。そうです、佐藤選手ですね。8番佐藤がから9番の競りです。はい、9番の競り選手が入ります。競りはMJE の、社員でもそうですよね。はい、さっき社長さんが来てくださいましたんで。そうです、そうです。カフェの熱い男の話を聞いたところです。なんすかそれ。忘れてる。いやいや、矢部さんがカフェで社長と2人、はいはいはい、話したっていう。いやー、危ないシュート。ビアティンからしてみたら絶好機。口上がなんとかセーブ。ちょっとこの時間帯ね、両方集まってこう体力も消耗してる時なんで。はい、そうですよね。いや、矢部さんの解説落ち着くな。ありがとうございます。そうですね、ようやくもうこれサッカー放送していいんだなっていうね。いや、もうずっとサッカー放送ですけどね。いや、ここも外にかき出せない。あら、シュートまでいくぞ。ちょっと中盤のあの辺ポカッと開きましたね、今。そうですね。でもなんかこう、こういう時間帯どっちもこうなんていうか中だるみみたいな感じの時になるんで、はい、まあしっかり締めれる人間がいたりね、こうやって交代、お互い交代したのかな。お互いですかね、はい、まだ多分ミヤティンの方はなかったと思うんですけど。ほんまですか。はい、まあ、そうやってしっかりとリフレッシュさせる感じやと思います。給水タイムでおそらく監督ももう一度指示出したかと思います、ね、そうですね。さつかさん、昨日参謀長がロングインタビュー。あ、本当ですか。すごい、この間の我々が来た時よりは饒舌でした。まあ、そうですね、この間はね、はい、今日はね、シュートまでも何個かこぎつけれそうなシーンもありましたね。そうですね。いいディフェンス、素晴らしい。でも守備は、薩川監督は守備はもう立て直しがもうほぼほぼいい感じだって言って、はいはいはい、ファーストステージみたいに6してもするわけないだろうって言ってましたね。ここまではね、そういうゼロで来てるっていうのはいいと思うんですけど、そうですね、あとは得点がっていうのが ね監督も課題だと言ってました、はいはいはい、さあここでビアティン選手ですね。24番、道上選手ですね。道上選手に代わって31番の水野選手が入ります。水野選手、中京大卒業、94年8月14日生まれの67センチ、66キロ。このまま、右サイド入りましたね。道上選手とそのまま交代ですね。今日の奈良クラブの戦い方はどう矢部さんからは映るんですか、この前半から後半までは。まあ、ディフェンスとかはね、結構、まあまあまあ、機能してるのかなと思うけど、ちょっと攻撃のところで細かいミスがあるんで。はい、だったり、まあビアティンの方が引いてきて、こう逆にカウンターを受けたりみたいな感じですかね。まあ、でも本当些細なことですよ。そうですね。はい。いや、本当に。どっちに転ぶか今も分かんないですね。このレベルというか、このカテゴリーというか。そうですね。いや、確かに。
あっという間に急に流れ持ってかれたりする。そうですね、やっぱ精神的にタフだったり流れを作れたり変えれたりみたいなもの、選手っていうのはね、やっぱりどのチームにもそういないので、はい、まあ、チームとしての意識づけだったりとか、うんうん、まあうちはホームでやってるんで、これ声援の、ね、力に変えてっていうところとかで有利やと思うんで、まあ、気候も今日はそこまで暑いですけど、そこまでねカンカン照りってこともない。確かに確かに、はい、これで火が出たら、うわー届くか、うーん割ってない、いやー最悪、いやー逆に矢部さんから最悪出ましたね今。さあビアティン打つか打たない、うん、外に出す、勝負、いやーどうだ、うん、これはゴールキック、今稲森が駆け上がりましたけども、稲森選手はそうですよね、元奈良クラブ、はい、稲森はもともと2年前かな、はい、あれは、はい、奈良クラブの選手やったので、まあ、すごいいい男ですよそういう紹介なんですね、いい男なんですね、そうそうそう、歴代ずっと小中高大キャプテンやってて、今もね、はい、ピアティのキャプテンやってますから、ああそうですね、あの MGA の社長が、はい、稲森は奈良のもんやーって三重には渡さへん、ほんますか、言ってました、言ってましたね、いや三重の子なんでどうしようもないですねそういうオチなんですね、あの子三重の子なんで、いいですね、四中高出身ですね、じゃあ彼は今そうそうそう、いいとですね、そうなんですよ、で奈良クラブに来て、その故郷でこういうクラブがあればいいなっていうふうに思って、そのまあ自分のなんていうんですか、里心に、はいはいはい、うん、火がついたというか、なるほど、それで、はい、だから彼は2回地域決勝勝ち上がってるんですよ ね、 あすね、いやもうタフですよね、そうですそうです、もう本当ねタフなやつなんで、もう中田秀にねちょっと顔が似てるんで、顔が似てるんですね、はい、いい男なんですね、そう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 、ファンカンとかでもパルマンのユニフォームとか着てやってる、ああなるほど、リクエストがあるんですね、さあ打ってきた、いいもん、うわ素晴らしいシュート、いやいい歓声でしたね今、あえてドライブでファー狙ってきましたよ、素晴らしい9番せん、そうですね、あ9番来たの選手ですね、すごい、危ない危ない、ちょっとこう、うちも疲れてきて左サイド、はい、で向こうは右変えてきましたけど、そこちょっと狙われたりしてますね、変わりましたね、選手交代、小野さんがアウトです、ね、そうですね、まあ小野も結構リズム作ったんですけど、うん、まあ、ちょっとイメージが合わなかったシーンもよくあって、そうですね、ハーフタイムももっとこうしようって結構声出しましたけどね、まああんまりシーン今日は見せれなかったかな、1回2回ぐらいあったんですけど、そうですね、結構左に抜けることが多かったですよね、代わりに入った7番の浜中も2節前かな、はい、うん、に決勝点残り3分ぐらいで取ってるんで、記録ありますね、浜中選手も小野選手とポジション的には同じ、そうですね、攻撃的なところをやる選手です、あそしてビアティンも変えますね、目まぐるしく来ますよ、後半29分50秒過ぎたあたりですかね、11番選手交代、加倉選手が交代するというか、プラカード出てますけども、そのサインを見て今入ってきましたね、加倉選手は外側にアウト、向こうサイドでアウトして、6番の酒井翔吾選手、モンティディオ山形に、全所属ですね、6番フォワード登録ですね、結構三重の選手多いですからね、そうやって三重のために戻ってきたとか、はい、和田美君とかもそうやし、うん、ね、3番の加藤君とかもそうですし、なるほど、はい、6番の酒井君もそうじゃないかな、みんな元 J リーガーで自分の、まあ、ふるさとのために戻ってきてみたいな、ね、そういう意味ではすごくこうビアティの取り組みとか、選手起用とか面白いですけどね、なるほど、そういうところからでも選手起用の見方があるんですね、ね、まあ、四中高とかね、結構三重県はいいチーム多いですから、はい、まあ、そういう子らが戻ってこれる場所っていうのは ね、 そうですね、ここはあれだけ高校サッカーの、ね、盛んな四中高 で、 で、ね、なかなか地元に J クラブがないと ね、 そうですね、県外出ちゃうっていうのは、ね、はい、確かに、ちょっとこういうシーンがうちの方が、そうですね、ね、ちょっと取られて打っていう、今のもボール1個ずれてるし、
しかも真ん中で取られると一気に攻め込まれますからね。そうそうそう、ちょっとそこが気になりますよね。ちなみに矢部さんにご紹介したいコメントで1個、はい、あのスポンサー の, かあのプラカードというかボードですか、はい、ボードがだいぶ増えたねっていうコメントが入ってましたね。そうですね、まあみんな営業のみんなも頑張ってくれてますし、はい、徐々にこういう認知も広がってきて、はい、応援してくださる人もリアマン効果ですかね。そうですね、まあそんなことはないかな。そうですね、リアマンまだまだみたいな。ティアマ来ました？来てないですか？ティアマ来てないです。ここには来てないです。あ、ほんまですか？まあ、来ても喋らないんで。そうですね、来ても映せないし、ね、大変です。さあ、いいから、ナイスナイス、イーサルチェンジ、向井からの、そのまま流れますね。向井選手、今いいボールでしたね。綺麗でまっすぐな。柳田選手、ちょっとドリブルでは勝負は勝てませんでしたね。今何分ですか？今32分ですね。後半32分。手元の時計32分0対0。恐ろしく1本あの惜しいシュート、まあ、2本ですね。あのコーナーキックからのヘディングと、北野選手と藤巻選手それぞれですね。あのビアティンの方がチャンスは作ってると。はい、まあ、ちょっと交代した選手はね活性化させたいし、そうですね、まあ、残り打ち、打ちかな、打ちは1枚のカード、あれ誰か出るんじゃ、今最後のおそらく交代が呼ばれたので、もうアップをやめましたね。皆さん岡山かな。さあ前を向くか、うーん、ここで取られると厳しい。さあ前を向いて一旦藤巻に当てる、うーん、ここも強い。今いいプレッシャーした前田。あ、清水ですね。清水選手、清水選手は、清水選手ミッドフィルダー登録ですね。16番の文字が見えてますので、坂本選手を交代させますね。ちょっと意外な交代だと。そうですね、まあ、8得点で得点王ですからね、そうですね、チーム得点王、まあ、向井を前に やらせるのかなっていう感じですけど。なるほど、まあ、サスさんとしては高さよりも、はい、あの足元で崩そうっていう、まあ、ビアティンも結構パスワークでこの間今治戦も崩されてたんで、うんうんうん、まあ、そういうところを生み出したいっていうことやと思いますけど。なるほど、まあ、ただビアティン見え小気味よく回しますね。さあここでちょっと詰まるか、いやまだ詰まらない、うん、ここでカット。でもさ、やっぱり得点、まあ、前で試合を決めれる選手、はい、やっぱ重要じゃないですか。そうですね、やっぱまだ佐々木さんも言ってたんですけど、はい、ちょっと駒が足りないかななんて言って、はいはいはい、夏の補強っていうのは JFL の場合は何かあるんですか。こう、あ、もちろんウィンドウが閉まっちゃうからいつまでにみたいな。そうです、もちろんありますし、まあ、どこのチームもそういうのは狙ってるんだ、ね、やっぱ JFL でもやっぱそこは重要な期間なんですよ ね、 すね、この夏は。やっぱり、まあ、シーズン中なんで難しいのは、その地域リーグも、J リーグはね、やっぱりこう J3 もあるんで、うん、J2 の選手は J3 とか J リーグより下に行くのはとかっていう思いもあるし、うん、そうですね、地域リーグは今もう本当にリーグの真っ盛りなんで、うん、なかなかフリーな選手見つけるのは大変ですよね。そうですね、あとはまあその、はい、補強ポイントとマッチするかとかっていうのもあるし、うん、どこもね予算とかなかなかないやろうから、ね、そうですよね、はい、この予算繰りと欲しい選手をどう見つけてくるかっていうのは結構大変ですよね、はい、合わせるのが、まあ、つまりそういうこう現状の中でとにかくやりくりして、ね、このチームをこのセカンドステージに向けてね、はい、やっぱりどう勝てるチームにしていくかっていうのがね。そうですね、まあ、だからやっぱり中にいる選手たちの意識を変えるとか、うん、そこら辺は J リーグのクラブよりもねちっこくやっていかないとね、いけないのかなと思ってるし、まあ、特に今セカンドステージは特にこう守備の改善みたいなところはうまくいってる部分があるんで、うちはもう失点数リーグでね2番目に多かったぐらいなんで。ただ一応サスカさんからもう守備は整えたと。はい、うん、でもこうやってミスでピンチ招いてこういうのは危ないんですけどね。そうですね、まあ取られてる元のところはが結構危ないんでしょうね。さあ今ビアティンの、
20番ですね、稲森選手が、監督と密に話し込んでますね。の今36分ですね。まもなく残り19分か、ですね。さあコーナーキック、ビアティン蹴るのは31番水野、交代して入りました水野選手。うーん、低いボール、いいボールになった。さあシュート、ここで決められた。ビアティン決めました。いやー粘り強かったですね。今弾いたところをさらに押し込むと、こういう自分たちのミスの時はもう、はい、ほんまに集中しないとこういうパターンになるんですよね。向こうは何の苦労もせずにコーナーキックもらいましたからね。決めたのは藤巻選手ですね。藤巻選手結果出しましたね。ずっとコメントでも藤巻藤巻と結果出せ出せっていうのが出てたので面目躍如という感じですけども、からですよ今37分ですか。もうそうですね、奈良電劇場、まあ、ここからね、本来やったらこのもう1枚余ってたら岡山やったんかもしれないですけど、こういう選択肢をしてるんで、そうですね、はい、まあ、ここからなんとかしないといけないですね。いやちょっと長くなったか、触ってやな。そうですね、こういう時にこうリーダー、これですね、リーダーシップというかこうね、はい、下向かせないようなそうですね、プレイヤーが必要ですよね。そうですね、奈良には。さあ、まあ、まあこのコーナー向井選手ですね、ゴールから逃げていくボールを蹴りますね。さあニエに来るか、ファーに来るか、ファーに来た。うん、ど真ん中だ。これは抑えますね。前田が一旦後ろまで。ずっとね、このうちのコーナー19番の野口くんにね、はい、跳ね返されてるんですよね。そうですね、野口選手今日本当に跳ね返す量で言ったら一番多いじゃないですかね。全部きっちり返してますよね。さあ、薩川監督が首を振る。前に前に来るビアティン。さあ林、前向くか、前向いた。うーん、ちょっとここがずれる。こういうちょっとしたところですよね。そうですね、ちょっと僕戻ってきますね。ありがとうございます。負けてるし、ちょっと俺の方が見てきてください。ありがとうございます。以上、最後の今日のスペシャルゲスト、矢部次郎さんでした。1ヶ月前は矢部さんとなんかこう自由にいろいろね、はい、それましたけど、今日は試合に集中してピリッとした矢部さんを。そうですね、いや本当ね、なんか緊張感あるゲームになりましたね、急に。0-1になった瞬間、もうこうしてるのは俺みたいな、下に行くっていう。いやもういいす、ね、隣で座ってて、このライブ感ないチームの GM がここはちょっとグランドレベルに降りようっていう、はい、そして3連勝かかってるのは本当にね、リュウ数も1350に膨れ上がりまして、ありがとうございます。じゃあ松田さん、ここからはあともう一人です。はい、1350人の皆様に改めてお伝えします。40分経過、1-0 で、アウェービアティン三重がリードしております。JFL セカンドステージの第3節ですね、奈良クラブ対ビアティン三重は、0-1、ビアティン三重が1点リード。藤巻選手のゴールでしたね、コーナーキックからでした。それを今から追う奈良クラブ、引き離そうかというビアティン三重ですが、高い、ここで来た、返しましたね。今高いヘディングでしたね、9番セリ選手。いやセリがやってくれんかなというコメントありましたけども、みたいな今の素晴らしいですね。いやもうクロス上げた林選手のガッツポーズがすごかったですね。もういや素晴らしい、矢部さんが、そうですね、矢部さんが今見切れた。矢部さんが、いやセリ選手
選手。面白くなってきましたね。MJS 勤務の、MJE 勤務の関選手。もう今日のゲスト全てが布石だったかのような。いやー、いいボールだこれも。かぶらない。素晴らしい。いいクリア見せました、わらみ。わらみ、そのまま行く。わらみ抜けれるか。うん、いい体の入り方。倒れない。あー、いいですね。いやー、今の浮かし方もおしゃれだな。一旦戻します。さあ、ビアティンもいけるぞっていう感覚はまだありますね。1-1で終わる気はさらさらなさそうです。アウェーですがビアティン攻めます。一旦中盤で預けて、うーん、ここでアクシデンタリー、しかしここをちゃんとカバー、素晴らしい。加藤からマナミ、うーん、このマナミのパスカットされますが、ビアティンボール続きます。6番の酒井選手ではなく藤巻選手、うーん、素晴らしい。前田がグイグイ行きますね。まだ行きますね。さあ、ここから戻らないといけない。その間にくさびからのシュート、これはちょっと枠を大きく外れました。右利きなんですかね、30番寺尾選手ですね。ちょっと左が当たらなかったですね。そしてロスタイム4分って出ましたかね。今ちょっと4というプレートを書かれた第4審が一瞬出ましたけども、さあヘディングセル、うーん、林エルボー入る、しかし痛いって言ってらんない。いいですね、自分の怪我よりもまずチームの1点と。さあ向井、向井、このまま抜けるか、競り、ビアティン粘る、いい守備だ。しかしクリアボール当たって、これはハンドか、もっと、ダーティーに時間止めますね。さあこのボールはキーパーまで行く、内紙まで行きました。素晴らしいディフェンス、野口選手ですね、おそらく。あ、すみません、野口さん手前ですね。さあスローインから、それでも前に前に、ビアティンは前に行く。さあ逆サイド空いてるぞ、ノーファウルだ。物議かもしそうなジャッジでしたけども、ノーファウル。いやー、ここに誰もいない、これはもったいない。さあ立ち上がれるか、31番ビアティン水野、立ち上がってる。さあその水野、ドリブルで仕掛ける、元気はあるか。さあ奥に、スライディング前のまだ残っている、どうだ、淵上、淵上、素晴らしい。いやー、今稲森相当粘りましたけどね。さあ素晴らしいボール、浜中から交代した浜中、ここはカット、素晴らしい。真波選手でしたね、先ほど僕が野口さんと間違えたのは真波さんでしたね。さあ縦いきますね、ビアティン、この推進力はもう本当に脅威ですね。もう奈良クラブ今のところファール以外でちょっと手立てないですね、止める。さあフリーキック、微妙な位置ですね、絶妙というよりは。どう狙ってくるか。さあビアティン、ボールよりも後ろにいるのが稲森選手だけです。1-1の同点です。45分過ぎました、ロスタイム4分です。さあふわっとしたボール、これはクリア、抑えれるか、素晴らしい、抜けた、これも縦に行くか、一旦フォローがいない、あー向かい滑った、もったいない。あの地域に魔物がいますね、奈良は。さっきパスが飛んなかった2人がお見合いしたのもあそこでしたね。いやー、もったいないですね。
さあ抜けるか、素晴らしい切り返し。さあシュートチャンス、いやー内髪右手一本、今すごいセーブしましたね。さあまだあるぞ、シュートか、うん、こぼれ球、コーナーキックになりそうだ、うん、コーナーですね。さあビアティン選手交代はしなさそうだ、このまま行く、この流れを切らないでおこうという作戦なんでしょうか。31番水野蹴ります。靴紐ですか、テーピングですね、テーピングを靴下で上げろと反抗的態度を見せますが、プレーオン。さあこのこぼれ球一回拾う、あ、いいトラップだ、うーん、いやーきっちり守ってましたね、素晴らしい三浦。いやしかし水野のトラップも綺麗でしたけどね。さあ簡単に上げてくるか、左足競り勝ち、ここ奈良クラブ抑えれない。いやーちょっと奈良クラブの出足がもうあとほぼ時間ないかもしれないですけど遅くなってますね。いいボールだぞ内神。さあ審判も猛ダッシュで帰る、おそらくロング、さあオフサイドないぞ、どうだ、あーキーパーうまい、ゴベッチ高い技術見せますね。ここもオフサイドないですね、すごいシーソーゲーム。ドリブル一旦かわし、あーキックフェイント、キープしますね。いやしかしこのキープがあだになるか、ビアティン。さあここで試合終了。いやー奈良クラブの選手の方がうなだれてますね、ビアティン三重の選手はあー同点かというぐらいなとこでしょうが、さあ、JFL2017、セカンドステージ第3節、奈良クラブ対ビアティン三重、ドローゲームでした。いやでもね、こうラスト10分15分で、そうですね、怒涛のゲストから怒涛の得点劇っていう、ね、慌ただしかった、いやちょっと慌ただしかったですね。もう最後の視聴者数が今1429名、ありがとうございます、瞬間最高視聴率です。さあ両チームが0で終わります。いやー三郷町いかがでしたか。いやなんか楽しかったですよ、あの最後すごかったですやっぱ。ああそうですね、あの0-1になった後の奈良クラブのなんかこの、はい、あの下向かなかった感じが、そうですね、はい、確かにね諦めなかったですよね、うん、いやしかもどちらも割と粘り強くいった感じのゴールでしたからね。まあちょっとね、消化不良っていうコメントだったりとか、まあいろいろありますが、全般的には、はい、奈良クラブの場合はシュートにつながるチャンスの時にミスが多かったな、あその手前のね、はい、うん、守備に関してはまあね良かったんですけどね。そうですね、いや交代枠ね、いや交代枠問題はもう監督を語る上で本当につきものですけども、なんかねいざ監督になってあのコーチャーズエリアに立ってみたら違うんでしょうね、プレッシャーがあったりとかこの流れ切るのどうだろうなとか、もうその辺は僕は S 級を持ってないので計り知れないんですけども、まあね皆さんも思うところいろいろあるかと思いますが、まずは引き分けたという結果を受けて次節なんですけども、7月の29日30日と、それぞれ奈良クラブとビアティン三重試合がありましてですね、奈良クラブの方は、7月29日の17時からFC 丸安岡崎と奈良クラブという対戦が、名古屋港と書いてましたけどもスタジアムは、
であります。で7月30日、ビアティン三重の方は、ホームで東京武蔵野シティ FC を迎えますと。三高鈴鹿って呼んでいいんですかね、これは。の方で、試合がありますと。15時からです。でそこには、後藤社長がビアティン三重の、いらっしゃって、としたらいろいろね、またいろんな話が聞けるのかもしれないです。いや本当にちょっとね、両チームともなかなかいろいろ厳しい状態に追い込まれた引き分けだったかもしれないですし、逆にこれを機に奮起するのかもしれないっていうのはまだちょっと、まあ3節なんである程度の高い位置まで行ける可能性はお互いもちろん残してはいるので、そうですね。今さすがさんがミーティングしてますね、はい、そうですね、もう途中で首ひねってましたもんね、さすがさん、ただおそらくはポジティブなコメントをさすがさんは選手たちには残してるとは思います。そうですかね、はい、いやそうですね、ゴール時のコメントを見る限り三重の方が若干視聴者数多かったんかな。ああそうなんですね、ちょっともう全然コメントも追い切れてなくて、いやビターチャンネル自身の話で言いますと、まあ、2回目の放送で1400人のあまりの方々に見てくださって本当にありがてえなという話で、ちょっとね笑い声でおそらく音割れるとか、いろいろ多々コメントせずに試合が進むとかね今日もハプニングの連続でした。いや本当スタートもちょっと遅かったりとか、まあいろいろあるんですけども、これに懲りずに第3回もやっていきますので、はい、ぜひ見ていただければと思います、3回目放送決まり次第、発表します、はい、発表させていただきますので、ぜひチャンネル登録もしくはフォローなどしていただいて、動向を追っていただければと思います。我々の、はい、グランドレベルでは矢部二郎さんも選手に一人一人に声かけてね、そうですね、あとは今 MJE さん、はい、MJE さんね、そうですね、マッチデーですからね、スポンサーをやるとこんないいことがあるっていう、やっぱり応援する観客来た人、はい、特に今日初めて来た人は、なんかこう、はい、0-1 で負けてから 1-1 で追いつくっていう引き分けとね、はい、だからなんか見どころなかった0-0とか、うんうん、同じ引き分けでもちょっとこう家に帰るときの印象って変わるんですよ。そうですね、追いついてわーって盛り上がったっていう、うんうんうん、まあ、そういうのがこう今日初めて来た人に、ね、そうですね、いや本当にね、忘れてないよかったんじゃないかな、奈良山の選手たちは最後は諦めなかったし、うん、いやこのねなんか酸いも甘いもなんか全部愛せるようなのがやっぱりサッカーなんだなって改めて思いますし、他の競技ももちろんそうだと思うんですけども、特に我々はやっぱりサッカーを通じてそれを感じることができると思うので、皆さんにもこれからもぜひお届けしたいなと思っております。失敗もエンターテインメントと師匠から今コメントいただきましてありがとうございます。和波選手と今矢部二郎さん握手してちょっと話されてましたし、こういうねなんかこう人生が垣間見えるようなのも地域リーグの特徴のような気もしますし、岡山選手が今日試合出れませんでしたけども、今ちょっとスタンドに向かって手振ってくれてて、募金活動とかもね岡山さん率先してやってベンチ入ってアップしてみたいなこともありますから、本当に監督にも言いたいことがあるサポーターさすがです。いやもう本当ねその熱こそこの地域サッカーを盛り上げて、そしてどんどん成長させていく糧だと思いますので、これからも皆さん本当に僕が言うことじゃ全然ないですけども応援よろしくお願いしますということで、そろそろ締めます、それとも締めましょう大丈夫ですか、はい、もう言い残したことないですか、大丈夫です明日放送なくなるかもしれないと思ってやってますからね、こっち大丈夫ですわかりました。それでは、締めに、皆さんにこの言葉を、お届けして、終わろうと思います、サッカーで味わい深い週末を Better Football for Better Weekend。 それでは皆さん良い週末をお過ごしください。